これ皆さん見てください。ここで、はい、海軍サポート。これが海軍サポートです。様です。今回は昨日使ったネプチューン100レベに海軍サポートつけていました。いや、これね、だいぶこれで安定すると思うんだよね。まあ、やっぱりネプチューン昨日使ってみて思ったことは、吹っ飛ばしに対して弱すぎる。まあ、ということで、まあ、吹っ飛ばしに対して強くする、この海軍サポート。まあね、緑だったらこんな感じのキャラになっちゃうんですけど、自分の宝エリアにいるとき、吹っ飛ばされる気が 60% も減少されるんだよね。つまり、40% カットと。違うわ。60% カットが 40% しか吹っ飛ばないんだよね。だからそれがね、一気にでかくなった。お宝エリアの、一番手前から一番吹っ飛ばされても耐えれるんですよ。つまりよ。もう最強でしょ。まあ、ちょっとゾロとかにきつく なってしまったんですけど、赤属性に対しては。まあ、でもね、それを、ま、上回るぐらいの回復力。まあ、さらに、能力者に対して強さ。またゾロきついかな。まあ、海軍サポートはこんな感じになってます。ということで、やっていきたいと、レッツラッゴー。はい、ということで、やっていきますかね、ネプチューンということでね、結構使いました。結構使ってみて、まあ、意外と、旗は守りきれないかな。自分の中で海軍サポートでも。まあ、なんでかっていうと、まあ、オリンが味方にいたら超過してくれるからめちゃめちゃいいんだけど、まあ、やっぱりね、機動力ないんで、ちょっとそこがね、だいぶ渋いんですけど、あ、でもオリンがいたらね、全然違う。オリンがいるかどうか、やっぱ強い。やっぱね、ゲージ量足りないもん。全く見てなかった。最悪。全く見てなかったっす。すいません、助けて！助けてくれ！やばい！まあ、でも相手能力者だし、まあ、そこら辺気にするところじゃないか。あー、なるほどね。クラッカーが頑張ってくれてるっすけど、完全にやらかしたね。いや、これクラッカーのとこ回復させに行こう。これで回復させに行って、はい、これクラッカーいい感じになってない？あ、いいね！これいい回復してるんじゃない？オッケーオッケー。で、黒ひげ来てる。あ、味方の黒ひげか。なかなかなんかすごい今回面白いパーティーだな。で、会議した後にここをしっかりぶち当てていく。オッケー。で、ここは、味方みんな回復させてあげたいな。もう少しで溜まるから、ちょっと待ってくれ。痛い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 、見てなかった。お前まだいたんか。最悪。白馬強いな。あ、ここかな。あー、見てた出た。これさ、気絶状態よろけぶこうダメなんだよね。それがね、だいぶ渋さはあるんだけど、まあまあまあ全然大丈夫でしょ、こっから。全然ダウンしない。なんかさ、バウンティーラッシュあるんだけどさ、なんかたまに全くダウンしないときない？あれって何なんだろうね。さあ、ここは一旦カイドウをここら辺でもずーっと君とはこれ戦っていくか。オッケー、無敵使った。無敵使ったのでかいよ。まあ、回復向こう入ってるけど、まあ、正直ね、待って、白馬がえぐい。えぐいことになってる。1、2、からの吹っ飛ばし、オッケー。悪くないよ。白馬、ゾロらへんが勝ってる。あ、ゾロもやられた。ちょっと待って、相手のキャラが強すぎる。じゃあ、キャラじゃない。相手のプレイが上手すぎる。オッケー、一旦ここ回復しちゃって、オッケー、ナイスカイドウ。カイドウは KO できて、やばい。クラッカーがなんか遊んでる。クラッカーが遊んでます。遊んでます。ここ気絶頼んだ。一旦誰かダウン入れてくれ。やばい、まただ。最悪。あ、でもナイスクラッカー、それは助かった。あ、なんか今キモいイン踏んでなかったん？気のせいだよな。なんかめっちゃキモくなかった俺今なんかめっちゃキモかった気がしたんだけど、大丈夫かな。オッケー、オッケー。あー、それ回避してるんで、ここ任せろ。オッケー、ナイスカバー。ここナイスカバーしちゃって任せて、で、これは、はい、オッケー。ここで時間稼げればいいんで。いや、強いな。やっぱ旗取られないからね。なんか、おい、気絶は入んないよ。で、さらに回復もしている。はい、悪くない。白馬強いな。やっぱね、その KO できなければ、できないキャラがいたらさ、白馬をなんかやっぱ長く生き残れるから強いよね。そこがすごい強すぎる。オッケー、白馬をとりあえず狙おうか。しかも白馬能力者じゃないからめんどくさいなここめんどくさいんだよ。ナイスクラッカーじゃなくて黒ひげ、それでかいね。で、あっちも撃っちゃって、はい、オッケー。回避されても大丈夫でしょ。オッケー、ここ一発からの回避を読んでいたいとこ、吹っ飛ばし。オッケーオッケー、悪くない。これやっぱね、クラッカーでもね、クラッカーじゃねえわ、白馬か。今日ずっと俺クラッカー言ってた。あー、ごめん、間違えてる。とりあえずね、白馬はあれだから大丈夫だね吹っ飛ばしがないから、最後の最後に全く何言ってるか分かんなくなっちゃってごめん。ということで、2戦目やっていきますか。いやさっきの試合面白かったね。あ、でも白馬やっぱ強いよな。結局白馬からしたらさ、苦手なキャラってさ、まああんまあれじゃないですか。まあゾロとか気絶向こうのキャラなんだけど、やっぱ気絶入るだけで全然違うよね。KO も回復力も全然違うから、やっぱ白馬強いよな、そう考えると。ということで、ここ守っていきたいところなんですけど、一旦ジャスト回避決めて、ここはゾロを守っていきたい。いや、みんなを守っていきたい。そしてカメラを移動させたい。ずっとネプチューン見ないといけない、この間。それしんどいわ。それはジャスト回避できないけど、まあ、ゾロがいるんでね、ここだいぶでかいんじゃないかな、正直。白馬裏行ってるけど、カイドウだから多分大丈夫。カイドウ気絶向こう入ってるから、多分大丈夫。あとは、守りますよ。ここから任せてください。
どうする？あ、オッケー、よろけ向こうあるから、はい、何もしなくてもオッケー、お、それだけよけてしっかりこれは打ち当てていくと。いやでもさすがオリン耐久力あるな。さあこれ中入っちゃって、これダウンしちゃっても大丈夫なんだ。お、戻った、そこで戻る。これさ、これ始まりました、これスコア詐欺タイムです。オリンとこういう時間、あ、オッケーオッケー、あ、これでかいよ、これは吹っ飛ばし向こうが少ないから、1、2、3、今オッケー当たってくれた、でかいでかいでかい、でかすぎるでかすぎる、これ突進だけ気をつけて、オッケー、ジャスト会議できてないけどオッケー、ここで一旦守るよみんなのこと。なんか来てるけど多分カウンター決まっちゃう、ごめんだけど一旦こいつ使うわ、オッケーオッケーオッケー、守ってるよカイド、ナイス。でかすぎで超過する、いやあっち取れるか、あーキングだからワンチャン取れそうだけど、これ間に合えばいける、これでもう一発、うわーあとちょっと、くっそ、あ、これ取れない、取れる、はい勝った、もうえぐい、その形回り今のは神。そして戻ってる、オッケー、これジャスト回避できてないからやばい、でもよろけ向こうあるからここ避けれるんですよ、レーザーミスっても。でしかもここから、はい、状態上向こうの交渉も向こう来た、これは時代が来た、これは時代が来てるよ、ジャスト回避、しかもヤマトね、1、2、はい、ヤマトからはシールドある段階では大丈夫、オッケーオッケーオッケー、いやでも投手ちょっと怖いよ、投手は怖いけど、これはジャスト回避してちょっと時間を空けてのこのスキル、いやそっち行っちゃったか、あの全然食らわないわ、あバカ肉だけは怖いな、でもジャスト回避しちゃって、投手向こう来た、時代が来ました皆さん、これ解除してちゃってバカ肉食いますわ、バカ肉食いの、はい、もう最強モード来ました、1、ナイス、あっちやばいか、もしかしたらあっちやばそうな気もするんだけど大丈夫か、気もするとか言っちゃったけど、1、2、オッケー、これで KO しちゃってくれ、うわオッケー、でかすぎるでかすぎる、強すぎる、いややばい、それチームブースターやばい、あーこれどうしよう、あーそれね、それはまあ食らっていいや、それ食らっちゃって、これは回避から入ったならオッケー、一旦ねダウンさせて、はいはい時間稼ぎますよ、ここで少しでもオッケー、海軍サポート、これが皆さん海軍サポートの力ですわ、であっち行ってる、はいオッケー、これうわマジか、あのタイトルナイスゾロ、そのゾロでかすぎ、1からの1いた、まあまあまあやられちゃったけど、これさナイスタッチ回りしたでしょ、 C 地点も守ったし、でここもしっかり守った、あれだった、完璧じゃん、完璧ネプチューン、ということで3戦目よろしくと。いやでもネプチューンいいね、やっぱ能力者に強いって、やっぱ今能力者環境だからねって言いたいんですけど、まあゾロとね、シャンクスには多分一瞬でやられちゃいますだいぶきついと思うんだよな。で今回ゾロはヤマトに見てもらうか、でカイドウは見てもらって、いやこれ裏取り、いや裏取りケアだな、これはもうこの試合はずっと、まあ、キングもいてカイドウもいるんで、まあ、だいぶめんどくさい、この2人いる時点でだいぶめんどくさいよな、無敵3回の方に、しかもダウンしないカイドウに無敵スキルあるカイドウで、なんか回復のもあるカイドウ、だるいだるい、もう早く来るな、来い、来るなら早く来い、もうそれ食べんな、いや一陣じゃね、あのカイドウ、しかもでかいから見えんじゃねカイド、こっから、あーな、見えないなどうしよう、あでもカイド戦ってるから C 地点にいるわ、あーじゃあこれ C 地点もう行くか、あーこれでキングの方にこれ打っちゃって、あーまあまあもういいや、裏はもういい、正直裏は後ででいいんだよね、いつか取り返してくれてる味方がいるからこうやって戦えるからね、うわっぶね、はい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 、全然吹っ飛んでないですからね、ここでしかも山津さん中入っていいですよと思ったけど、ヤマト全然なんか自分で独立してるわ、頑張ってるわ彼オッケーオッケー、彼女か、じゃあこれは、今回避ないからこれ撃っちゃって、無敵エグちゃん、ゾロきついな、え待って、ゾロに一瞬でやられるな、まあでもアタッカーだからさ、まあやられても正直しょうがないんだけど、まあでもなんかね、まあ いかんせん今だってブーストじゃなかった飛んじゃった、今ちょっと回復とか防御力上げようかなと思ったけど、うん、まあ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 、じゃあこれ C 地点いきますか、まあカイドウは、カイドウやっぱ強いんだよな、これで OK、 ここ回避読んで、いや最悪、無敵スキルが強いで、よろけ向こうもね強いからね、でうん、なかなかやっぱ難しいっすよね、1、2、3、 OK ナイスナイス、投手から逃げちゃっていいっすよ、先に逃げ、ナイス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 、逃げれた逃げれた、ナイスでかすぎ、でここマルコで取っちゃって、うん、カイドウやばいわ、ここで集まっちゃったら裏行くもんな、強すぎるんだよな、オッケーこれジャスト回避しちゃって1、2、でこれはオッケー、しっかり KO していく、キングと同じ扱いよ、これははいオッケー、中でダウンね、今の上手いっしょ、中であえてダウンすると、いた、オッケー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 、はい強い、えマルコこんな強かったっけ、こんだけ活躍できたっけ、ラッキーラッキー、でこれやられてリスボン誰か取ってくれるっていうのもありっちゃありか、でここヤマトでしょ裏、あナイスナイス、一応ね一応こっちに包囲をいっといて、いや裏まで戻るのはまあ必要ないか、あーなるほど、これはやられないようにしよう、ここ一気にみんなでまとまってやられないようにして、ここだね、強襲か、強襲あんのか、わかんないな、マジでわかんない、1、
あーやばい、切れた、いなかった、最悪や、時間稼げ、オッケー、時間稼いでる、時間稼いだ、マルコ頑張れ、いたー、あとは頼んだ味方、頑張れ、ヤマト入ってくれてる、ヤマト来てくれてる、でかい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 、でかすぎでかすぎ、いやこれ勝ったか、裏のキングえぐいって、ちょ思ったらまだだって、早く急げ急げ、いやキングえぐいなーと思ったらカイドウもえぐいんかい、もう強っ何彼たち強くない、なんか2人で何、はい、ということで4戦目よろしくなんですけど、いややっぱゾロニアきついし、キングカイドウは強いしキングカイドウ強え、あの攻防を見たらすぐ取り返して、あカイドウ直できた、これねここにいれば絶対大丈夫、あカイつける、あナイス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 、ここ任せたっていいよ、ここ任せろ、全然任せろ、だからシャンクスはきつそうだから、あ痛い痛い、これ皆さん見てください、ここで、はい海軍サポート、これが海軍サポートです、シャンクスいいよ回復しよう、一緒にな、一緒に回復しよう、とりあえずとりあえずね、これさカメラ移動できないんでね、この間それがねちょっと不便不便、何が言いたいかっていうと不便、ゾロあっち行った、あでもここでダウンは美味しい、オッケー、今のはいいダウンしてるけど、これはちょっとしんどいけど、これちょっと待って、これ使っちゃおう、あーもう海軍サポート、これも海軍サポートですから皆さん、それは大丈夫からの、オッケー、ここで、味方のゾロも回復しての、はい完璧、完璧な時間稼ぎ、これ時間稼ぎ強いよな、でそうなって、あ待ってシールド2キャラいるじゃん、うわー面白い、それまた面白いキャラクターたち来たわ、これとりあえず何もしなくていいな、ゾロにタゲ取って、はいゾロ無敵かい、どうしようかな、あーまあ守るか、一旦相手ブースト来るんで、で味方ディフェンダーいないんで、ね、ちょっとここは、守りますとカッコつけさせてください、カッコつけて、うーんナイス、雷鳴発揮惜しいね、あー惜しい、今のも惜しいな、まあでも相手ね多分ねブースト終わったら逆に何もできないからきっと、ここは任せてくださいよ、あーやばい待て待て、それはやばい、ちょっと待て、お前はやばい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 、うわお前はやばい、お前はやばい、オッケー、一旦時間稼ぎして、誰か助けてシャンクス、さっき助けたシャンクス、それの恩返しや、うわー中入れ、オッケーオッケー、中入ったらまだ、オッケーオッケーオッケー、ちょお前は知らん、お前マジ知らん、うわクラッとけライマント、オッケーダメージたと、せめて、あこれジャスト回避、オッケーでかすぎ、この時間稼ぎでかいよ、あと少しでブースト終わるから待て、ゾロ待ってろ、回復してやる、オッケー回復して、はいはいはい美味しいよ、この回復美味しいでしょ、はいみんな回復させてあげます、これもうすべてが平和、でヤマト、ヤマトウタラ編見てあげたいけどな、ちょ待って、あのゾロがねずっと生きてんのよ、ほんとうわきつい、まあゾロがきつい、ゾロでも無敵使ってたぞ、これブーストで落とせる多分、オッケーヤマトにタゲ取って、はいオッケー、でかすぎ、いいぞ全然いい、これジャスト回避して大丈夫か、あー一旦ゾロ回復するわ、オッケー、これ凍傷も解除して、はいはいはい、今落ちた、ここだったら中だったら状態上入んない、やばい誰もいない、あー食らっとけ食らっとけ、めちゃめちゃ強いけどヤマトいたらめちゃめちゃスコー作業できる、オッケーオッケー、あー裏取られたか、ごめん、うわやったわ、ちょっと待って、あキングナイス、これ俺もすぐ行ってあげたい、オッケージャスト回避たまたま、でここで、はいオッケー中入った、裏ナイス、でここで任せろ、はいでかすぎでかすぎ、これでかい、相手の一陣ナイス、守れ守れ、みんなを守れ、みんなを守るんだ、オッケーオッケー、でここで KO していく、いいぞやっぱ強い強い、オッケー、はいよろけ向こう、12オッケー1万戦、はいということでラストやっていこうかなと思うんですけど、いやーやっぱえぐいなスコアって、なんか状態異常回復とかってさスコアになりやすいのかな、オリンもそうだけどさ、ま、オリンは燃焼とかあって回復とかもするからかな、どうなんだろうね、スコアの実態ってマジでわかんないよな、本当にどういう計算でどういう風になってスコアって、ただ1万の活躍ではなかったじゃんどちらかというと、あでも恩恵あったのかな多分みんなにもね、あそこはちょっとわかんないよ、こういう人ってことはこれどうする、ルビールビー絶対勝てないよね、プチューンに、でちょっとヤマトはヤマトじゃなくてあれはきついだろうから、はいよろけむこが強い、よろけむこが強い、よろけむこ強いな、これこれじゃ任せろって言っちゃいますか、でそれ使ったら、はい吹っ飛ばします、余裕すぎる、これはこれマジで余裕だな、ガトリングだけ警戒、はい、あーそこで回避しないんだ、うまいな、普通1度目回避とかするんだけどね、それを待つか、オッケー回避しちゃったらオッケー、強いネプチューンが強い、いややっぱねそのフランキーとかゼファーとか味方がいる時にヨロケムコとかつくんだけど、それがねやっぱなくなったのがすごいでかい、オッケー、でこれで味方回復しながら、あー吹っ飛ばすか、そこ当たんないと思っちゃったな、ここちょっと間に入るか、あーでもこれは一発からの、ここ食らっとけー、あー意外と当たんないのね、あーでもこれはいた、ナイス、これナイスダウンかもしんないな、でフルゴラだけ警戒しといて、でウタにタゲ取って1、これなんならさウタ攻撃しなくてもよかったんじゃないかな、どう思う、ウタ攻撃しないでさなんか防御力アップみたいな10秒間あるじゃん、
それとはオッケー回復させて、うわそこのタイミングで、そこのタイミングでそれ食らうか、ちょめ、それはやばい、それはやばい、オッケーオッケー、ダウンした。うんでここは、ここだ、オッケー KO、 はいでかい、はい熱い、で味方のトツかナイス、でこれ1、はいオッケー、うんはい、これ中耐えて、いいよいいよ、これもう全然いいや、これ全然食らおう、なんなら食らって、で吹っ飛ばしのあれが怖いから、これジャスト回避できてない、あこれ当たんない、当たるかい、オッケーオッケーオッケー、まあ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 、まあ、耐えるからね、それは耐えるわ、能力者じゃないもん、オッケーオッケーで、キング吹っ飛ばしあるからな、オッケー、それだけ終わったら、回復させます、オッケー、これで、オリンを回復させると、で最後吹っ飛ぶけど、海軍サポートで中からは、あ中には出ない、外には出ないから、はい、それはジャスト回避、やばい、それはやばい、そのルフィの後はやばいから、オッケー、ここでしっかりぶち当てて、これ中に入ろう、オッケーオッケーオッケー、攻めて攻めて攻めて、だからこれは耐える、一回は耐える、まだね復活したばっかだから、はいはい、でトレイボルも来てる、でかい、そしてここは、あごめん吹っ飛ばしちゃうけど回復の方が優勢、ごめん、でオッケー吹っ飛ばす、でかすぎ、マジ強いな、突進だけ気をつけたい、突進だけ、歌うたはいい、歌うた、歌った、食らったとどうなの、はい防御力上がる、やられるんかい、やられるんかい、まあチームブースだもんね、ちょっと食らってみたさあって食らっちゃったけど、いやさすがに歌クリティカルのダメージ高いか、うわでもちょっと面白い検証できたわ今最後に。で相手はキングだけなんで、でシーチェントレーボルなんだよな、で裏いるから、あ間違えた間違えた間違えた、おっしゃった、カメラグワンやったろやろとしちゃったら、まあここだね最後、多分敵取るとしたら、であそこ大丈夫だから、でキングは、いないんで、まあここにいればもう勝ちでしょう、うん多分大丈夫でしょう、キングあそこにいる、最後包囲を決めて、オッケー気持ちあれ出した、あネプチューン海軍いいわ。